足を取って、おっと前からの逆肩エビ、これは強烈。さあさあ耐える。この締め技なんかは長与千草的な技ではあるんですよね。ああそうですね、はい、ウル選手も意識してそうかもしれないですね。苦しめってどこでしょうね。いいですね、あのノーキバックのチャイム の、 あそうですね、息を立てるのに久しぶりで、そうですね、やっぱりこの方々って言いますか、名人芸のプロレスですから、1秒も目が離さないですね。メッセージが細かいですね。そうですね、今かかと落としですね、どうぞ。人気性で話題の技ですけどね。ね、今ロープブレークの手が伸びたところですよね。チキンウィング。チキンウィング。フェイスロック。ついつい見入ってしまうんですけれども、本当にもう手回ってますよね、はい、回ってましたね、今本当は DDT、 ちぐさのリアクションが回らないんですよ。キレがある。今度はこれだぞってことですね。今度はドラゴンスリーパーから落とした。リバースDDT、リバースDDT、1つ、さあチキさん蹴る、蹴る、ハイキック、ハイキック、ハイキック、フルダウン見せます。やっぱり素晴らしいタイミングで繰り返してきますね、長野選手。フロントスプレックス。おお、見てますね。サソリか。サソリさんのサソリ。返すか。そうはいかずなんですよね、見てますよ ね、 ね、長谷中佐のこのさすり方の一つでもタメが憎らしいですね。ね、タメが。さあ今度は中央で返した。スコーピオンです。ロックに入った。さあこのブルの表情締め上げます。今度はブル中野選手が我慢を見せると思いますが、中野さんの体柔らかいんですよ。ああなるほど。さあシャチホコに行こう。お二人はこれは腰プロを見てる。チコさんの試合もっと見ればよかったなって。あーそうですか。後悔してるっていうか。いやでも僕らはやっぱりあんまり女の子食べるもんだと思ったりしますよ。ロメロスペシャル行くんでしょうか。ブル様を持ち上げたら大したもんじゃないですか。すごいですね。行くか。さあ反動をつけて上がるか。あっと足がずれた。あ、こうしましたね。そうですね、タイミング伸ばさないところがさすがですね。でも帰ってこの方が辛そう。そうでしょうね。はい、シザーズから、やっぱりポジションを逃さないですね。いや勉強になりますね。そうですね、これがダメならあれってすぐ来ますよね、はい、デビル選手が飛ばしてじっと2人の試合見てますけどね。あ、リンサイドのデビル選手、デビル選手もやっぱり眼光鋭いですもんね。そうですね、ワクワクしてもらえますか。さあ、これがシザーズを耐える。
肘を、ね、あ逆に肘を決めてるんですね、もものところに、ね、そしてさあお返しのスコーピオンに入った、今度は小さく入る、ブル選手も必ずあのお返しというのをやりますね、同じ技をもらったということで、ここにロープに出ました。もう一度ブルが飛ぶ、飛んだ